ちに待ったぜ入学式。まあ卒業式から即入学式で実感もクソもあったもんじゃないけど。さて式の後は各クラスで校則説明が。あっ、てあ、すいません。痛いわね。ちゃんと前見て歩きなさいよね。今の全身に走った衝撃はまさかこの二人が神様の言っていた俺の運命の人って何ジロジロ見つめてんだ。相手は何も知らないんだ、不信がられるだろう。だ大丈夫二人とも。どうしたの。すみません、足をくじいてしまったみたいで。保健室まで肩を貸してもらえますか。大丈夫、もちろん。結構痛むの。ああいえ、大したほどじゃ。ごめんね、マジで最低だ。大切な運命の人に出会って早々怪我させるなんて、何やってんだ俺。くそ。見ず知らずの人の足をくじかせただけでそんなに涙を流せるなんて、なんて心優しい方。大丈夫、立てる。 ありがとうございます。別にあんたの肩が借りたくて足をくじいたわけじゃないんだからね。何が、もしかして君の足を。そうよ、くじいたけどなんか文句ある。歩け、筋肉妖精がつくよ。どんな歩き方しろ、クレア人をことごとく負傷させられるんだ、バカ。どうなんですか。あれ、二人とも足は。いたたた、いいから早く肩貸しなさいよ。ってこれむしろ俺が怪我人みたいに見えてない。三人のバランスが。ちょっとくっつきすぎよ、私までバランス崩すじゃない、うん、そっちの方が。あんたの方でしょ。なにこれ、こんなことってある。二人がまるでセミみたいだよ。人類幸せな天使柱だよ。とりあえず保健室行こう。このままじゃ俺女の子になっちゃうから。オセロじゃねえのよ。あ、そうだ、俺は1年4組の愛城蓮太郎。二人は。私は1年4組の花園あかりです。同じクラスだったんですね。ステレオ自己紹介。ねえ聞いた、ごめん、できれば一人ずつ。恋のおまじない。中庭にピンクのクローバーが生えてて、その中の四つ葉のクローバーを渡しながら告白すると必ず付き合えるんだって。何それ、小学生みたい。いや、それがマジのマジで百発百中なんだって。私ちょっと用事だ。だから足は。